なんかのお寺です。平和観音寺とかって書いてあったよね。これ近くに住んでる人おっかねえな。これ管理されてねえとなっちゃう。腹減ってるっつってんのに。あ、大箱箱べらどっちだ。どっから上がってくんだこれ。海がよく見えるわ。どっか入れんのか、これ。入れそうだ、一応。やめとく？じゃあ。別に廃墟マニアじゃないからね、我々は。正面見てくれる？急遽ね、なんかで見たことのある廃墟なんでね。しかも、巨大な廃墟なんでね。何の下調べもなくね。今ちょっとね、いきなり路線変更で寄ってみてるわけなんですけど、下調べを全くしてないんでね、どっから入ればいいかわからないっていうね。当然ね、あんまりここで時間使ってるわけにもいかないんで、お金管理されてねえとか怖え。これはどうにかして、行政がどうにかしないとまずいよね。これこんなの崩れてきたら、だってひとたまりもねえっすよ。そこの家とかちょっとおっかないよね。いや、海は眺めいいですねこれ。あそこの家とかすげえ、すげえいいよ。なんであんなの建てたんだろう。あれで傾いてたのかな。檀家さん怒っちゃったのかな。お寺ってさ、一回建てたらよほどのことない限りね、住民がいなくなっちゃってるとかさ、そういうんだったらわかるよ。どんどん人口減ってきて、檀家さんがいなくなってきちゃってってね、だったらわかるんだけど。うんこだ。
あっちのアメリカの方から入るのかな。うん、書いてあるじゃん、メリカって。車持ってくる？大丈夫？は？うん。西国33カ所霊場巡りって書いてあるんだよね。ああ、入れる入れる。いや、全然普通に入れるよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、切りよく10にしたね。なんで？いや、そんな奥まで行かないよ。窓も割れてる。怖え。ぐるーっと上がってってこう行けるんだろうね。もったいね。あれ多分人が上がれるようになってたんでしょ、一番上ね。首の周り。そうだよね。もったいねえっていうか、なんでこんなことになっちゃったんだろうね。うん。やりすぎだって話かな。これもおっかないよね、これね。だって中空洞見えるもん。中抜けちゃってんだろ、きっと。これいつからこうなったんだろう。まさかの廃墟レポートになるとは思わなかった。いや、こんだけでっかいとね、ちょっとね。見応えあるっていうか。うん。鉄筋みたいのだね。だから余計なんじゃないの？余計ほら、普通のお寺の人からすると、こんなのはお寺でも何でもねえっつ。こっから上がってけんだね、きっとね。うん。もうでも、ちょっとした封鎖がされてて入れない。そうだね。美術館。世界の名画、ピカソ、シャガール、ルノワール。300余点に及ぶ作品を展示しております。美術鑑賞と宗教とが一体となった世界平和大観音像です。はあ、まんま残ってんだね。
名刺とかぶん投げてる。はあ、はあ、行こう。多分このレストランなんかもあれなんじゃない？ん？このレストランはやってんのか？やってるでしょ。迷惑こむってたりすんのかな。あ？あ、こっちか。そうなのかな？ 88 カ所巡りとは関係ないのかな？だって88カ所巡りの1個だったらだって困っちゃうじゃんこれ。お遍路さん、こんなんだったら。いやー、あれ観音像のとことかすごいことになってんだろうなあれ。これはひどいや。はい、急遽廃墟でした。